山形盆地の地形図山形盆地は山形県の東部に位置する盆地、村山盆地とも呼ばれる。山形盆地は地殻変動によって形成された構造盆地で東西10から 20km、南北 40km の南北方向に長い盆地で中心部をもがみ川が流れる。もがみ川は中流部分で西南方向から盆地に入り、 盆地南部から弧を描いて北上する菅川と合流し、盆地内を北進する。北進するもがみ川の東側から、まみがさき川、立谷川、蘭川が、西側から境川,川が流れ込み、それぞれの流入河川が、扇状地を発達させている。周辺は、東に、大雨山脈。西は、浅木山地に囲まれている。南には、上山盆地、米沢盆地、北には、 おばな盆地、新城盆地など、大小の盆地が続いている。山形盆地の洗浄地や自然堤防では、果樹栽培が盛んで、らんぼやぶどう、西洋梨リンゴなどが生産される。また、山形県の四つの地方のうちの一つである、村山地方の主要な盆地で、県全体の経済活動の中心である。山形市を中心として、 盆地の中南部に広がる山形都市圏がある。山形盆地を南北に貫く活断層。長さ約6 0トルで平均的な活動周期はおよそ3000年。過去1万年前の間に少なくとも3回は活動した可能性がある。将来の地震発生の予測では今後30年以内にマグニチュード7.8程度の地震が発生する確率は 0から7%と比較的高い水準で S ランクの断層となっている。この地震が発生した場合、山形盆地を含む山形県内陸部全域が震度6強の揺れに見舞われると予測されている。ありがとうございます。